ラーメン大好きなみんな、こんにちは。ゲゲゲの鬼太郎実況プレイを始める前にお口の体操に挑戦しよう。はい、改めましてこんばんは、ゲゲゲの鬼太郎実況プレイ、今回が第70回目、よろしくお願いします。ということで、冒頭のなんちゃらっていうね、先ほどのやつは、ニコニコに上がっているゲゲゲの早口言葉っていうもののワンフレーズなんですけどね、すごい僕も気に入っていて、たまにアクセスして挑戦してみたりとかするんですけれどもね、一番最初の早口言葉でも苦戦をしてしまうっていうあのね、もともとは、某メーカーさんのラーメンの、宣伝用のね早口言葉シリーズなんですけれども、すごい面白いのがいっぱいあるんですよ。ちなみに一番最初に出てくる早口言葉がネズミ男にちなんだもので、ネズミ、ネズニ、ネブミ、ネズミ男っていうね、ネズミ、ネズニ、ネブミ、ネズミ男っていう3段階まではいけるんだけどね、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪みたいな感じで3段階だったらそれなりにいけるんだけど、4つあるからね、ネズミ、ネズニ、ネブミ、ネズミ男4つ来ると辛いものがあるね。皆さんもぜひ時間があれば挑戦してみてはいかがでしょうか。なかなか面白い動画です。はい、ということで、始めていきたいと思います。で、この通り鬼太郎ちゃんが戻ってきましたね。メンバーは 1,2,3,4,5,6、 相変わらず少ないんですけどね。でもまあ鬼太郎が1人入るだけで全然戦力っていうのは変わってきますから、みんな妖怪たちがね、仲間が反物から元に戻るまでの間、このメンバーでなんとか乗り切っていきたいと思うんですが、前回井戸仙人が登場してくれたんで、早ければ今回のマップか、まあ、次回ぐらいにはもうね、カワウソくんとかカサバケとかヌリニーとかが戻ってくるんじゃないでしょうか。はい、じゃあ、早速いつものように妖怪携帯電話を覗いていきましょう。と言ってもこっちの BBS も相変わらず、ここでなんかご新規さんが入ってきてくれたら面白いのにね、もうここで終了していることも知らずにこんにちは、まるまるです、初かきこですみたいな、よろしくお願いします。で、ショッピング単位なんですが、お金が今、2万円なんで、大馬場にね、なんか買ってあげたいっていうか、何かご褒美をあげたいんですけれど、ちょっとね、2万円じゃあんまり大したものが買えないんで、しばらく貯金をしていきたいと思います。それから、皆さんからね、もう不要なものを売ってしまえばっていうね、コメントをいただいていたりとかして、もう例えばこのね、水晶の術とかね、もう4つ余ってるんですよね。で、誰か仲間が入ってきた時に、入団お祝い用にこれを取っといてあるんですけれど、どうしようか。まあ4つ売れば8000円ぐらいになるからね、足しにはなるんでしょうけど、売りますか。じゃあ初売り初売りです。よし、じゃあ4つ売っちゃおう。うん、これで2万8000円だよな。うん、なんでまあ最低限3万ぐらい貯まって貯めよう。うん、でそっからちょっとこれからはよりすぐって買い物していこうかな。だいぶ終盤に入ってきてるんでしょうしね、今は。うん、よし、じゃあ道具の装備で前回のマップでなんか手に入れたんですよ。これ、そうそう、動詞の語符ね。前回っていうかあれだよな、前々回かな、正式には。前回はアイテムとか全然操作ができなかったんでね、なんでこれを誰かにあげよう。でここにね、朝のタスキっていうのがあるんですけど、これはあれだよな、ネズミ男のつけてたやつだろうな、この琥珀の術とかも。うん、なんでまあそれはな、ネズミにあげたもんだから、変に手をつけたりはしません。なんで動詞は猫ちゃんにあげようかな。本当はちょっとかさばけにあげたいんだけどね、エースだから。まあ今いないんで、動詞の語符を、猫ちゃんにあげます。うん、前回頑張ってくれたから。よし、でレーフが余ったから、一旦もめにつけたいと思います。現状ちょっと一旦もめの体力がね、この1200っていうのが前回やっててなんか危なかしかったんですよね。一発食らってしまうと
次必ず回復薬を使ってあげないと非常にリスキーな感じ印象がしましたんで、守備力的にはこの真珠の術っていうのが高いんですけど、ちょっと体力を上げてあげたい。このねプラス300するだけでだいぶな変わってくるもんな。で、真珠の術がその代わり余ったんで、どうしようか。オバーバーはレイフの方がいいだろうな。キタちゃんかな。うん、じゃあキタロウちゃんに、真珠の術、未だに琥珀だったんだもんなやるねリーダー。よーし、で琥珀は持ってんのするべき。あとみんな持ってるよな。よし、とりあえずこんな感じで次のお話へ行ってみたいと思います。よし、お、ドラちゃんなんだと、キタロウのやつがそんなことを。やつらは現在正面門を突破し城内に侵入いたしました。無謀にもここまで攻め込んでくる腹積もりのようです。うん、随分でもあれだよな偉そうに言うね。うん、そうそうそう、この通りだよ。それでお前はおめおめと戻ってきたというわけか。通しちゃったのは無人なだもんな。は、申し訳ありません。ですがどうせ奴らは袋のネズミ、誘い込んだ方が労せずとも捕まえられるというものでございます。だから簡単に引き上げてきたっていうのか。苦しい言い訳だな無事にな。返す言葉がありません。まあいい、チーやクチンクチンは奴らを迎え撃つ婦人を張りに出発した。エリートたちも何やら秘策を講じに行ったようだ。我々も向かおうとしよう。はっ、ではドラキュラ殿、ギーガ殿、我々は出発いたします。後のことは頼みます。ああ、わかった。ギーガ様、逃げなくてよろしいのですか。あなたの得意とするのは情報戦、策を持って相手の直接戦闘力を封じ込めて勝利してこそその進化が発揮されるはずです。ドラキュラちゃんよ、今は二人っきりだ。堅苦しい物言いはよそうよな。では言わせてもらうぞギーガ。お、どうした、やる気になってるぞ。ここでの戦いは不利だ、一旦引け。おお、さすが数々の修羅場をくぐり抜けてるやつだからな。お前は鬼太郎の怖さを知らん。老人形の一件をただのまぐれと考えているんなら痛い目に遭うぞ。悔しいかもしれんが、ここは俺を侮辱するような発言は控えてもらおうか。おい、悔しい、俺は悔しがってなどいない大変だな、大変なボスを持ってしまったもんだな、ドラキュラキャラが違うもんな、一人。確かに俺の真の実力は情報戦にあるけど、だけど俺は霊力を高めることに成功したんだよ。怪奇症によって力をつけた。今の俺なら鬼太郎とて全然怖くねえや。その怪奇症のことだが、発生に随分時間がかかったな。で、何が言いたいの。怪奇症を起こすのに本当にあのような手間と時間をかけなければならなかったのか。お前が命じたあの京都と小笠原の戦いでは多くの仲間が血が流れた。あ、そうか、ちゃんと仲間の心配をしてくれてんだなそうだよな、ドラキュラにとっては狼男とかね、あの辺魔女のロンロンとか仲間だからな。ちゃんと気遣ってますよ。だが私にはあれが本当に必要な作戦だったとは思えぬ。おとりというには贅沢すぎるああ、これだけの大仕掛けだ、時間がかかって当然だろう。それがなんか変か。え、いや、だがお前の素性は誰も知らんのだ。お前は謎の存在だ。
時折その真意を測りかねるのでな。ドラキュラちゃんよ、俺がお前を助けた時のこと覚えておるか？それはもちろん。おめえは妖怪授業に失敗してめっちゃ負債抱えて途方に暮れてたよな。ああ、私の肩には常に一族の命運がかかっているからな。あの時私は絶望のどん底にいた。金銭のことよりも私の不名誉な失敗がいずれ身内中に知れ渡ると思うと。ああ、そのおめえを助けたのが俺だろ。俺はネットを操っておめえの負債を消してやったんだよ。おお、すごいな。よくな、銀行の口座をさ、こうちょいちょいちょいってパソコンでいじくる、ね、事件とかありますけれど、それをやったってことか。あの時はお前がメシアに見えたよ。で、今は違うとでも言うの？いや、真意を測りかねると言ったな。俺の考えてることは彼岸である妖怪による世界支配を実現すること。ちょっと噛みかけてみた。それだけだよ。そんなことは信じていいのか？無論だ。この城には霊気エネルギーが大量に溜め込んである。たとえ鬼太郎が通常の計りを超えた強さの持ち主だったとしても勝つ見込みなんてねえよ。それでも俺の身が危険だと言うならおめえが奴らを倒してくればいいじゃんかよ。痛いとこ疲れたな。いつも会議室にいるもんなお前は。現場に行けって言われてるぞ。おめえの望む実力での決着、不本意だけどそのチャンスがまた回ってきたみたいだよ。嬉しいだろドラキュラちゃん。これで話は終わり。俺はここに留まる。いいな。分かった、キーが。最後のチャンスだと。いけ、シャーシャーと。まあいい、いずれ暴いてやる。お前の正体をな。え、正体？正体はだって、イジ太郎さんだよ。じゃなくて。おあったぞ、鬼太郎。反物にされた妖怪たちじゃ。よし、みんなを元に戻そう。そういえばさっき洗濯をしに行った猫娘はどうなったんじゃろうな。お、帰ってきた。みんな、うまくいったわよ。なんじゃと、本当か？当たり前じゃ、わしの言うことに間違いはない。それで、さっきの反物は一体誰だったんじゃ？お、さっきのって二つ首の、ミイラ妖怪がつけてたやつだよな。それが、いきなり爪で顔の水につけるやつがあるかよ。お前だったのか。まさかのネズミ男。お前、あれ回復機能なんかついてた？ネズミ男にもし毎ターン回復機能なんてついてたら、あれだよ、即レギュラー候補になるんだけど。風邪ひいちまったらどうしてくれるんだよ。ネズミ男、お前だったのか。お、キタちゃん、助かったぜ。助かったぜじゃねえだろ。ゲゲゲの森ではよくも裏切ってくれたな。待ってくれよ、俺だってギーガの野郎の口車に乗せられただけなんで。いわば俺たちは被害者同士じゃねえかよ。ここはお互い協力しようぜ。うわぁ、相手。ふざけるな、こいつ、今度という今度は。助けてくれ。来たろ、こいつの言うことにいちいち腹を立てておっては身がもたん。懲らしめるのは後回しにして、反物にされた連中を元に戻してやるのが先じゃ。ええ、それもそうですね。助かった、親父、ありがとうよ。お前、長生きするぜ。調子いいね。よし、ネズミ男、わしと一緒にこいつらを元に戻すのを手伝え。え、洗濯？そんなもん男がやるもんじゃねえぜ。自分を助けてもらっておいて、なんていい嘘じゃ。いいから行ってこい。わかったよ。さ
それじゃあできるだけ急いで戻ってくるからな。うん、さてわしらはどうしておろうかの。まだ他にも反物にされてる妖怪がいるはずよ。上の階に進みましょう。そうだね、様子を見がてら。見つけたぞ、来たよ。このどんくさい喋り方は明らかにあいつだろ。まだいたのか。何？なんじゃと、どこから声がしとるんじゃ。発狂してわからんわい。隙あり。お前は。うわぁ、来てろ。お前は出た、ぬっぺらぼう。ぬっぺらぼうか。ん、来てろ、大丈夫？まさか。キャー、どうしたでごわす、猫娘。来てろが。うそん、ここでこの原作展開持ってくる？あのぬっぺらぼうの回でやってよ、これ。ここで原作再現来るか。ありらりらーん。ギタロウの若さのエキス、いたたいだぞ、いただいちゃうよ。なんということじゃ。ぬっぺらぼう、ギタロウの若さを返せ。おっと、誰が返すものか。欲しければ取り返しに。イカ略。イカ略。くっそー、あいつめ。よし、みんなで倒そうぜ。いかん、やつが逃げるぞ。すぐに追うんじゃ。調子、僕も行きましょう。すっかり年寄りになってしまっておる。お前はここにおれ。でも大丈夫、あたいたちがちゃんと鬼太郎を元に戻してあげるから、そこでおとなしくしてて。確かにこの状態じゃ相手足手まといじゃ。わかった、頼むぞ。よし、猫娘頭に乗せてくれ。わかったわ。よし、やつを追いかけるぞい。あれ、猫娘の頭に乗るってことか。あ、キャプテンマークの交換か。キャプテン交代、鬼太郎に代わりまして猫娘みたいな。目玉の親父がキャプテンマークだな。よし、じゃあ今回はキャプテン代理猫娘っていうことか。え、でもまずいんじゃないの。メンバー少なくね。ぬっぺらぼう、鬼太郎の若さを返しなさい。残念ながらそれはできない。なんじゃと。すでに彼女が鬼太郎の若さを使ってしまったからな。彼女じゃと。その通りじゃ。ん？もしかして。お前はまさか。魔女クチンクチン、ちょっといいね。おい、いいねじゃない、いいねじゃないじゃろう、ウープヌシよ。ずいぶん変わるもんだな。うん、ショウテも魔女ロンなんよ。声は一緒かい。キタロウの若さのエキスはこの私がいただいたわ。なんということじゃ。数百歳は若返ったかね。おかげで魔力はもうビンビンに高まってるよ、ビンビン。鬼太郎の若さを返しなさいよ。いや、残った。私はあんたらをさっさと倒して、この若返った体で遊びに行くんだからね。ホスト遊び。くぅ、ホスト遊びとは、羨ましい。そんなこと言ってないって。味方の数が少ない上に鬼太郎までおらんのか。どうする、親父殿。伊予仙人たちが仲間を連れて帰ってきてくれるはず。それまでなんとか耐えるんじゃ。くう、早く来てくれよ。
それにしても随分変わった構造の部屋ね。うん、でも妖怪1位の城だよな。かっこいいね。うむ、これは何かありそうじゃぞ。ん、あれは何かのスイッチかしら。上に乗って待機すれば作動させられる仕組みになっとるようじゃな。はて、何のスイッチじゃ。わからんことだらけじゃな。おお、またスイッチか。敵はスイッチ好きだね。よし、じゃあ頑張ろうぜみんな。で、メンバーは少ないね。課長はどこ行ったんだよ。さっき会話シーンで気になったんだけど。お休み？お休み状態？それとも後からネズミ男と一緒に洗濯行ってるのかな。それか前回の久々のスタメンフル出場が答えてるのかな。課長さんだからね。よし、じゃあ作戦目的を見ていこう。敵の全滅、敗北条件が猫娘が破れるになってますね。面白い、やっぱキャプテンなんだな。で、妖怪携帯電話、おそらく何もないんでしょうけど、初書き子ですとかないよな。よっしゃ、じゃあ頑張ろうぜ。よし、じゃあ敵を見ていこう。これは狼男の手下。うん、OK。で、これが手下。これは何？スイッチ。ここにスイッチがあって、ここにもスイッチがあって、なんかもうすごいな。頑張れ、ゴエモンの面みたいな今回ステージだぞ。あ、あったね、エキス吸収力さん。でも容器が上がっていなければ怖くない。そんな感じの技が。あとはこれが中級魔女。中級か。色がちょっとセピアがかってるぞ。で、何、上級になるとあれモノクロになっちゃうわけで、技は変わんないわけか。あ、ミイラ男と一緒だね。おい、結構いるね。で、あ、ここにもスイッチがあるぞ。で、これが若返ったロンロン。おお、レベル40。うん、でもロンロンはね、体力そんなないんだよな。4000だから、バンバンってやればいけそうだね。うん、技もそんな変わってないみたいだし。あとはこれ、二手下、ここにもいるぞ、手下。これが、あ、狼男。自己紹介が遅れてるよ。どうした？地味に入ってるんだけど。そうか、待って、技が体当たり1から2。あ、でも基本1か。じゃあそんな怖くない。よっしゃ、じゃあなんか仲間たちが戻ってくるみたいなこと言ってるから、なんとか頑張ろうか、このメンバーで。よっしゃ、まずこれを倒そう。この横にいるやつ、こいつが射程が短いから、OBB で削って一旦もめんでとどめを刺すみたいな。それでいける？それでいきません？OBB 攻撃砂、開幕の一発目だから見ていこうか。アニメありで、いけ、おばば、そりゃ当たった。よし、サンキュー。で、残りが1000、2人ぐらい必要だな。粉キッキーはそっちに届かんよな。とりあえずおとりだから、木綿さん締め上げ、どんな問題？ 18%。 おい、いけるよ、いけ。うわ、よし、397。あ、危なか。オッケー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 。よし、次、猫娘キャプテン代理。これで無理か。595じゃ無理か。うん、厳しいね。
押したら、じゃあとりあえずあいつがあいつに背中を取られないようにここにいようか。次のターンで倒そう、ゆっくり。はい、コナンキッキーはそうだな、こっちからも来てんだよね。うん、後ほど向こうから来る連中を相手にしようか。ここでいいや、うん、よし終了。さあかかってこい。でもここでヌッペラボーのあの鬼太郎老化事件が再現されるとは。やるな。お、引っかき 50% かわしで33。まあちょっとあれだ、容器を開けないとしょうがないから防御しようか。これでも食らえ。うん、うりゃ。おお、なんかすげえかっこいい。よし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 、ナイス。ん、おお、その高さから攻撃してくるか。え、回避で 41% 回避で 41% か。これなんか高さの補正か何かがかかってるのかな。ぬぬぬぬ、うん、さあ、ヌッペラボー。まあ、ヌッペラボーはそんな怖くないよね、射程が短いから。逆にこいつらが結構強いってことを今知った。で、魔女は中級魔女。うん、あそこにもスイッチがあるな。至る所にありますね。なんか本当に頑張れゴエモンの頑張れゴエモンシリーズで見たことあるようなマップだな。なんか大きい歯車みたいなのがあるよね、あそこに。うん、で、お、ふふん、若いっていいね。あ、なんか鏡持ってるぞ、ロンロンが。おめんさん、そこにあるよ鏡。違う、似てるけど違う。な、何をしとるんじゃ。若くなったのが嬉しくて鏡で眺めてんのかしら。やれやれ、世界妖怪の連中も大変じゃの。容器が上がった。面白いな、その小ネタ。よし、行くぜ。結局だからあれかな、ロンロンはもう150になっちゃうんだかな。よし、じゃあ、とりあえずこいつを倒そう。モメンさん、背中行って。危ないかな。大丈夫だよな、モメンだったら大丈夫だよな。後ろからのヌッペラボーが来ても、うん、行け。ま、負けちまう。ナイス。で、猫ちゃんの容器をギャン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 上げていきたいんで、この辺にしようか。うん、爪やっちゃってキャプテン。ここまでか。うん、ナイス。よし、次、こっちから来てんだよな。うん、なんで、おばばで削ってじじいでとどめ、そんなイメージで攻撃しゅな。うん、やれ。くっ、よしよしよし。で、じいさん、じいさん正面からでいいか。正面で、1190で1190、うん、厳しいな。横にしよう。ちょっと次背中取られそうだけど、待ってよ。
ここにしとこうか。これで倒しちゃおう。うん。うん。やっちゃってくれ。いった？残した。じいさん残しちゃったか。残したか、微妙に残したな。しゃあない。よし。次みんなでフォローしよう。よし。お、真横。お、22残したか。まあやるしかねえな。きっと満足。うん、オッケーオッケー。くっそよし、ありがとうよ。そしてレベルアップ。じいさんはな、何気にレベルが低いんだよな、この中でも。背中か。うん、まあしょうがない。しまった、おとりだからな。でも次背中祭りが待ってるからじいさんのおかげで背中祭りが開催できるぞ。おお、来た。お面さんのとこ来た。あ、でも 37% いけるか。甘か。オッケーオッケー、さすがだぜ。ものの見事に釣ってくれたね。じゃあ、やり返そうか。うん、じいさん、やり返そう。やりおるな。うん、大げさなんだから。やめてくれ。じいさん、大げさなんだから。よし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 、いい仕事した。さっきのミスを帳消しにするぐらいのいい仕事したと。これで、OBB の容器を開けることができそうだ。あとでたっぷり軟膏を塗ってあげるから。皆さんからのコメントでね、粉焼きじじいの体は軟膏でベッタベタっていうのがありましたけどすげえ笑わせていただいたんですけど、そうだよな、一番な軟膏塗ってるかもしれないね。一番臭くってて、一番軟膏塗ってて。一番その手、あ、何度見てもいいね。これ毎回これが入るのかすごい勢いで容器が上がってくぞ。よっしゃい、頑張ろう。お、ネズミ男。よう、皆の衆、待たせたな。お、ネズミ男、終わったの？あ、とりあえず洗濯が済んだのはこれだけだ。え、半分？あ、でも全員いるじゃん。おお、全員いるよな、鬼太郎以外。お、やった、こんだけだってなかなかやるじゃないか。よし、そしたら出撃洗濯、なんか何人か入ってるけど。あ、ネズミ男が強制で入ってて。あ、でもこのネズミ男下手したら裸なんじゃない装備品とかついてないんじゃないかな。大丈夫か。で、おー、塗り兄いいよ、塗り兄は出してあげたい。うん、塗り兄出ようぜ。ナイスナイス、強制で入ってんだそりゃそうだよな。散々ね、ちょっとかわいそうな目に合わせてきちゃったから。いいよ、いいね、ナイスな計らい。じゃああと一人なんだな。うん、じゃあどうしようか。鬼太郎がいないからエースのカサバケを入れるのが。カサバケ前レベルトップだったのに、しばらく出撃できない間にこんなに落ちちゃったのか。カサバケって行きたいとこなんだけど、今回なんかオオカミ男とロンロンいるから敵ラオウだよな。うん、
いろんな因縁があるもんな。カタキラゴで行こうよ、豚ちゃん。うん、久しぶりの出撃、頑張れよ。仲間たちひどい目に遭わされてるからな。塗り壁、戦闘準備は完了。そうだよ、お前はいつだって出てられる準備してるもんな。なんか妖怪。